いきなりちょっと難しそうな言葉が出てきました。物質循環。循環言ったらなんとなく分かりますよね。何かがぐるぐるサイクルで回っているという感じです。で、特に炭素循環、炭素という元素が地球の中をぐるぐる回っているという、そういうお話になります。まあ、いきなり炭素循環っていうこの4文字熟語を見せられたら結構とっつきにくい気がしますけど、まあ、なるべく分かりやすくお話していきたいと思います。まずこの炭素っていうことなんですけども、これ炭素ってどんな物質か、皆さんなんとなく言われてピンときますかね。炭素のことを考えながら毎日暮らしてたりはしないんですけど、僕ら炭素なしでは生きていけないんですね。なぜならば僕ら自身が炭素でできているからなんです。生命の体を作っている有機物、これは炭素を骨組みとしてできています。タンパク質、澱粉、脂肪、これ全部炭素が骨組みになった物質なんですね。で、あとこれ炭素っていうのは生命のエネルギー通貨というふうに言われています。どういうことか。これ僕ら生き物が生きているエネルギーっていうのは、究極は全部お日様、太陽のエネルギーです。太陽が照って、それで植物が光合成をする。で、そのエネルギーを動物や微生物はいただいてきている。なので太陽、植物、動物、我々というふうになっているわけなんですね。で、この時にエネルギーを受け渡す通貨としてこの炭素が働いているわけなんです。光合成でできるのはブドウ糖とかデンプンですね。で、その植物が蓄えたブドウ糖やデンプンを僕らがもらっている。これエネルギー通貨ということなんです。あとこれ、炭素は文明社会のエネルギーということもできます。文明社会、つまり僕らがこの便利な生活ができているのは石油とか天然ガスとか石炭とか、そういうのがあるおかげですね。で、石炭、石油、天然ガス、それは全部炭素でできているものということです。で、最後にこれ、はい、CO2、 二酸化炭素ですね。 CO2 の C が炭素で、 O2 っていうのが酸素原子が2個です。なのでこれ炭素を含んだ、物質、化合物なんですね。で、 CO2 は地球温暖化の最大の原因となる気体というわけなんです。で、環境問題、温暖化問題ってこの CO2 が主に起こしているわけなんですけども、炭素って温暖化の悪者っていうだけじゃなくって、生物が生きていくためにすごい必要なものであるっていうことなんですね。で、なんで僕がこういうことを言ってるかっていうと、ちょっと皆さんに考えていただきたいのは、このフロンガスとの対比なんです。フロンガスって悪者って言われてますよね。どんな悪さするか皆さん覚えてますか。フロンガスが大気に出るとオゾン層を破壊するって話ありましたね。でも最近オゾン層の破壊の問題ってあまり言われなくなったと思いませんか。これね、実はもうオゾン層の破壊の問題はあらかたケリがついたんで、もう何も考えなくていいという状態になったんです。なのでもうオゾン層の破壊っていうのはもうテレビのニュースとかで言われなくなったんですね。フロンガスっていうのは一昔前の冷蔵庫とかエアコンとかに使われてたんですけど、フロンガスというのは人間がごく最近になって人工的に作り出した物質です。で、フロンガスを生産していたのは世界でもごく少数の大企業だけです。なのでどっか偉い人がその大企業に向かって、もうフロンガスを作るのをやめなさい、わかりました、やめます、フロンガスの代わりになるものを使います、大企業が答えたらもうそれで話は終わりってことなんですね。で、実際にそうなったんで、もうオゾン層の破壊の問題は心配しなくていいというふうになってきたんです。でもこれ地球温暖化の方は CO2 です。 CO2 が悪いから CO2 全部やめなさいというふうに言えないんですね。これオゾン層の破壊のフロンガスと根本的に違うとこなんですね。なので CO2 は悪いんやけれども必要なこともあったりして、一体どう付き合ったらいいんだろうか、これを僕らが考えていかなくてはいけないということなんです。で、ちょっとこの炭素循環についてのお話なんですけど、はい、こんな感じの化学反応式出てきました。皆さんこれね、中学とか高校の時にやったかもしれないんですけど、式を全部書けるかというのは別として、見てみたらなんとなく意味わかりますよね。二酸化炭素と水を原料として植物は成長しますね。で、植物は光合成して炭水化物、ブドウ糖とかデンプンとか作ります。
でそれと酸素を作ってくれる、こういう作用をしていることになります。でこれ僕皆さんに聞いてみたいんですけど、生物は何十億年もこういう光合成をしています。大気中の CO2 がなくならないのはなぜでしょう。こんなん考えたことないですか。頑張って頑張って森は光合成するんですね。でもこれやってたら何十億年も経ったら CO2 なくなるかもしれない、こんなふうに思わないですか。これまあ答え分かってる人にはもう当たり前の答えなんですけども、この理由はこれ全く正反対側の呼吸っていう作用があるからなんですね。呼吸っていうのはこの化学反応式の右から左に行きます。でこの光合成と呼吸っていうのは生態系全体、地球全体ではほとんどぴったり釣り合っています。なので何十億年繰り返してもなくならない。で光合成っていうのはまあ植物の専売特許ですね。で呼吸っていうのは植物自身もやるし動物も微生物もやります。でそれぞれの強さを世界中で地球全体で足し合わせてみると大体同じぐらいになるということになります。でここでちょっと皆さんにある CM を見てもらいたいと思います。いかん、また余計な CO2 を出してしまった。反省のあまり僕は思わず旅に出た。また来ちゃいました。へえ、お茶ってCO2 を一年中吸ってるんですね。そうだから安心して息吐いちゃってくださいね。伊藤園のお茶作りは CO2 を減らす地球の環境作りでもあるんですね。多いお茶の茶畑から伊藤園と、まあこんな感じの CM があったわけですね。皆さんなんかね、思うことないですか。僕の今日のお話にかなり関連してる話ですよね。お茶は植物です。で、お茶は常緑の植物。冬でも緑ですよね。なので一年中 CO2 を吸っている。まあそりゃそうなんですけど、果たしてじゃあお茶の会社がお茶を栽培することで本当に温暖化を防ぐことが可能なんだろうか。なんか皆さんこれ思うこととかないですか。あ、程度の問題ですね。もっと大木になったり、もっとどんどん光合成するやつを使ったらいいんちゃうか。まあそうですね。それも一つです。そうですね。成長してるときはいいんやけど、枯れたらどうするのか、その観点すごい大事です。おお、確かに。そうですね。お茶を飲むときに僕らはね、ガス、天然ガス燃やしてますよね。そう、なんかいろんなご意見。あ、他にもなんか手が上がってますけど。ペットボトル、まさにそうですよね。ペットボトルに詰めて売ってるのは果たしてどうなんやみたいな。結構ね、突っ込むべきところいっぱいありますよね。まあ、これね、いろいろ突っ込むところはあるんですけど、僕はこれを言わせていただきたいと思います。まあ、お茶の木が CO2 を吸うのは当たり前ですね。まあ、植物ですから、大気から光合成して CO2 がお茶の木に吸収されます。でお茶の木は成長するわけですけども、その成長した時に吸う CO2 と出る CO2 のバランスはどうなっとるんやということを考えないかんのです。その成長した新芽の部分を摘み取って製品として売ってるわけですね。で僕らはそれを買うと。で買ってお茶を飲むわけですけども、飲み終わった出がらしのお茶はどうするかって、燃えるゴミに出しますよね。燃えるゴミが焼却炉で燃やされると CO2 になって大気に帰っていく。なのでそのサイクルだけを考えると、これ吸った分そのまんま大気に帰っている。なのでプラマイゼロになるってことなんですね。で皆さんからご意見いただいたように、この加工とか流通とか飲んだりするときに余分な CO2 出ます。ペットボトルに詰めてトラックで運んだら CO2 出ますよね。でガスで沸かすってことはそれでも CO2 出ますよね。と考えると、トータルでお茶を栽培して飲む行為っていうのは、トータルでいうと CO2 を出す行為ってことなんですね。これそう考えないと、これ世界中で農業さえやればいいんかって話になります。そういうわけじゃないですよね。今の CM の問題はこの矢印だけに注目してたんですけど、僕らはトータルでこれもこれもこれもいろんな矢印を全部トータルしてプラマイがどうなるかってことを考えないかっていう話なんです。で僕はこの CM を見た時に、おこれはいかんなと思ったんです。でこの会社に僕はちょっとね、抗議の手紙を書いたんですね。一応僕も専門家の端くれなんで、これはどうなんですかって抗議の手紙書いたんですけど、なんかコミュニケーションがうまくいかなくて、返事は来たんですけど、
我が社は環境のためにできることからコツコツとやっていますので、どうぞ長い目で見守ってくださいみたいな、そういう返事が来ました。なので、まあ、あんまりうまくコミュニケーション取れなかったんですけれども、まあ、こういうことを僕いろんなところで言ってますんで、そのうちこの会社から怒られることもあるんじゃないかなみたいな、今のところまだ怒られてないです、まあ、でも逆に怒ってもらった方がお互いに考えるきっかけになるとは思うんですね。で、まあ、この教訓から僕らが学ぶことっていうのは、まあ、ちょっとこれ横文字の単語になるんですけども、カーボンニュートラルという考え方があります。カーボンっていうのは二酸化炭素の炭素ですね。ニュートラルっていうのはプラスマイナスゼロっていう意味です。カーボンニュートラルっていうのは、その活動は二酸化炭素を増やしもしないし減らしもしない、そういう活動のことをカーボンニュートラルと言います。で、動物のやってること、あと、まあ、生き物としての人間がやってることはカーボンニュートラルです。なので呼吸もカーボンニュートラルなんですね。さっきの CM で主人公がはーってこうため息をついて、いかん余計な CO2 を出してしまったって反省してましたけど、それ反省する必要はないんです。呼吸はカーボンニュートラルで、動物の出した二酸化炭素は回り回ってまた植物が吸収してくれる。そうやって世界は何十億年も回ってきたので心配しなくていいということです。でもこの文明社会の産業、つまり石炭石油を地面から掘り出して燃やすというこの産業、これはカーボンニュートラルではない、二酸化炭素を増やしているってことなんですね。でもう一つ横文字書いたんですけど、カーボンオフセットという考え方があります。オフセットっていうのは、これマイナスのものを埋め合わせるために何かプラスのことをするってことなんです。会社が活動してるとやっぱり二酸化炭素出すんですね。でもカーボンオフセットっていうのは、我が社が出した二酸化炭素量はどのぐらいか、電気代見たり車の走行距離とか見たら計算できるんですね。でその出した二酸化炭素を埋め合わせるために熱帯雨林にこう木を植えるとか、そういう活動をすることによって、まあ、会社として二酸化炭素排出量をゼロにすることができたりします。なのでそういうことをやってる会社っていうのはトータルで、まあ、二酸化炭素を出していないということが言えたりするわけになります。まあ、今僕らがこのお話しているのは炭素循環という話ですね。炭素循環って非常に面倒くさい話で、こんな感じの図があるんですけど、これも全部見てたら日が暮れてしまうし頭痛くなるんで、本当に一番大事なところだけ見ていきたいと思います。この炭素循環、これ一番問題になるのこれですね。化石燃料と書いてますけど、石炭石油天然ガスを燃やすことによって人間は 6.4 ギガトン、こんだけの量の二酸化炭素を出している。でも炭素循環って人間だけがやってるんじゃなくて、海の生物も吸ったり吐いたりしてます。あとこれ陸上の生態系も吸ったり吐いたりしてます。ちょっと字が小さいんですけども、光合成120って書いてますね。呼吸が 119.6 って書いてます。もうほぼぴったりですよね。こんな感じで陸の生態系っていうのは光合成呼吸やってて、ほぼぴったり釣り合っているということです。これ大事なとこ抜き出してみると、人間のやってることは 6.4 です。で植物、森がやってることっていうのは120です。でこれ大きさでいうと、これ桁が2つ違いますよね。でも人間は出す一方で、森は出すのと吸うのが釣り合っているってことなんです。でもここで僕らが考えないかんのは、もしも人間が木を切りまくって森の面積が半分になったらどうなるか。面積半分になったら単純計算で光合成半分になりますよね。でも呼吸は切り倒された地面にある木が分解されて微生物の呼吸がそのまま出るとなると、呼吸そのままで光合成が減る。するとプラマイで出る量がすごい多くなりますよね。でそのプラマイの差額っていうのは、元がでかいだけに人間の出す分よりも大きくなる可能性があるってことなんです。これが僕の本日のポイントで、森っていうのは実はこの炭素循環、地球温暖化にポテンシャルとしてすごい影響を持ってるってことなんですね。で今のところはプラマイがゼロなんやけど、ちょっとでもこのバランスが崩れたら、これ温暖化がすごい激しくなるという可能性も秘めてるわけなんです。